この項目では、オランダの首都であるデンハーグの路面電車である、ハーグ市電で運行していた電車のうち、アメリカで開発された PCC カーをもとに設計、製造された車両について解説する。ハーグ市電は、ヨーロッパの中で PCC カーを多数導入した路線の一つで、1993年まで営業運転に使用していた。デンハーグは、第二次世界大戦の中で、 ドイツによる占領やイギリスによる攻撃により甚大な被害を受け、ハーグ支電も施設や車両に大きな損害を受けた状態で終戦を迎えた。その後、戦時中の過酷な使用条件やメンテナンス不足により走行不能となった車両を置き換えるため、1948年に戦後初の新型車両となる201型が導入された。 これらの車両は自動扉や電空制御システムなどハーグ資電発の要素を多数搭載した一方、車体をはじめとした基本的な構造は戦前の電車と変わらず復興の中でより近代的かつ高性能な車両が求められた。そこで白羽の矢が立ったのが戦前の1936年からアメリカで量産され高い成功を収めていた PCC カーであった。 PCC カーは直角カルダン駆動方式、多段制御、男性車輪、軽量車体など新規軸の技術を多数導入した路面電車で TRC が特許を所有しており、鉄道車両メーカーがライセンス料を支払う形で大量生産を実施していた。その高い性能や北、アメリカでの大成功ぶりはヨーロッパでも高い注目を集め、1946年には ベルギーのバンドが TRC とライセンス契約を結び、同年以降、ベルギー向けの車両の生産を開始していた。ハーグシデンの PCC カーは、このバンドが生産したものを GBHTM が1949年から購入したものである。全車とも右側通行に対応し、終端のループ線で折り返す線形に合わせ、乗降扉は、 車体右側にのみ設置されていた一方、台車や電気機器は製造年代によって異なり、車体も改良が加えられ続けた。1975年までに計234両が導入され、1970年代後半には、ハーグ市電の全車両が PCC カーとなったが、老朽化に伴い1981年以降は3、車体連接車である、 GTL-8K の導入による置き換えや部品教室が進み、1993年6月30日をもって営業運転を終了した。以降は、オランダやベルギー、イギリス、アメリカの路面電車や博物館に多数の車両が保存されており、胴体保存運転を実施する車両も存在する。先10住10241949 10年にせに一、 翌1950年2002が導入されたハーグ市電最初の PCC カー。セントルイスカーカンパニーなどアメリカの企業で車体や機器が製造された後、ベルギーのバンドの工場で最終組み立てが実施された。1001は当初199という車両番号だったが早期に改版が実施された。車体設計は乗降扉を除いてアメリカに導入されていた。 PCC カーとほぼ同一で、側面窓はバス窓とも呼ばれる小窓の上に立石窓が設置された形状だった。当初の車幅は 2450mm であったが、ハーグ市電の電停のホームとの隙間が狭くなることから1950年に 2200mm に狭められた。主要機器は第二次世界大戦後の PCC カーの標準であったドラムブレーキを搭載し、 上降扉の開閉やワイパーの稼働も電力を用いて行うオールエレクトリックと呼ばれる構造を採用しベルギーのアシックが製造したものを導入した。台車はセントルイスカーカンパニー製の B-3 型を用いた。上降扉は製造当初車体の前後に設置されていたがハーグ市電がワンマン運転へ全面的に切り替えられた際に 乗客の往来に不便が生じたため、1974年から1975年にかけて右側3カ所に乗降扉を有する1100番台と同型の車体に更新されたほか、シャルフェンベルク式連結機が設置されたことで他社との連結運転が可能となった。1989年には PCC カーと同様の足踏みペダルが採用された。 新型車の 11G 型電車に最始乗務員の訓練が必要となったアムステルダム市電に一時的に貸し出され、27型の形式名が与えられた上で、翌1990年まで使用された。その後は、ハーグ市電に返却されたが、1002は1992年にトラックとの衝突事故で大破したことで、1001も翌1993年の PCC カー引退に、 伴って廃車となった。両車とも解体されたが、2019年現在1001の戦闘部のみ減存する。試作車の運用実績をもとに、1952年に22両が製造された車両。試作車と異なり、上空扉の位置は右側,側側面の前方と中央に変更され、アメリカの PCC カーに近い窓、扉配置となったほか、試作車で振動に伴う、 乗り心地の悪さが指摘されたことから、台車に斜め方向の軸ばねが追加され弾力性が増加した。連結機は設置されておらず、他車との連結運転はできなかった。1969年から1972年の間には、側面窓の拡大や車体後方の微等追加などの改造が実施されたが、GTL-8K の導入に伴う、 最初の置き換え対象として1981年9月30日までに廃車された。2019年現在、ベルギー海岸軌道で胴体保存されている1006を含め3両が現存する。1101-1165-1957年から1958年にかけて100両が製造された番台。側面の形状が大きく変更され、窓が それまでの小窓を2つ用いたバス窓から大型窓に変更されたほか、車体後方にも乗降扉が新たに設置され、乗客は3カ所の扉から乗降が可能となった。また総括制御運転に備えて、シャルフェンベルク式連結器を搭載し、最大3両まで先頭車から一括制御できるようになった。ただし営業運転時は最大でも2両編成までに限られた。 1101から1196は、アメリカクラークが開発した B-2 系台車を元にした BN 製の台車を使用したが、1957年に製造された車両で亀裂が発見されたことで一時導入が中止され、台車の交換を実施した上で、翌1958年までに改めて、早口電へ納入された。そのこともあって1197から1200は 正の電動機を一機搭載したデュワグ製の台車を採用したが、床上高さが他社よりも高くなったほか、他社との連結時に不具合が多数発生した。GTL-8 系の導入に伴い1983年から廃車が始まったが、1993年の PCC カー全廃まで一部車両が在籍し、各地の博物館に譲渡された後もハーグ公共。 交通博物館の車両については、事故や故障による車両不足に伴い1999年頃まで営業運転に投入されたことがあった。以降は、複数の車両が保存され、そのうち1139は1986年に路面電車路線の車両不足を補うため、ロッテルダム電鉄へ上とされ、各種改造や改版を受けた上で2003年まで、 使用された経歴を有していたが、2019年に解体された。1210、1920年代に製造された旧型電車を置き換えるため、1963年に40両が導入された番台。車体幅が 150mm 拡大された 2350mm となり、窓枠がゴム製に、車内照明が蛍光灯に変更されたほか、 台車は1000番台で採用された B-3 型を BN で改良したものが導入された。1201から1225は1965年に電子保温機器が搭載され、デリフトへ直通する系統に用いられた。1980年代初頭に更新工事が、 計画されていたものの費用がかさむことが判明した結果早期に引退することとなり、1982年までに廃車され、一部の台車や手電動機は後日する1300番台や2100番台へと流用された。2019年現在は2両が各地の博物館に保存されている。1304パーティトラムに改造された1302300番台は、 ハーグ市電の路線延長に伴い1971年から1974年にかけて40両が製造された車両群である。車内レイアウトが信用乗車方式に対応した形に変更され、運転台は客室部分から区切られたほか、車体後部の尾灯にブレーキランプが追加された。塗装は製造を当初から当時のハーグ市電における 標準塗装だった金色一色であった。また1972年から1974年の間に製造された4両は回生ブレーキを搭載しており、制御装置もそれまでの PCC カーを元にした抵抗制御方式からサイリスタ直波パ制御方式に変更した。1974年から1975年には、 PCC カーの最終造備車として2100番台が30両製造された。これらの車両は1300番台の後方に連結する増結用車両として設計されており、連結面は運転台が設置されておらず、微灯がないこと以外は後部と同様の構造となっていた。1983年には廃車となった1100番台や1200番台の台車や、 主電動機への交換が行われ、捻出された元の機器は GTL-8 系の増備に用いられた。一方、信用乗車方式の導入により乗務員が配置されなかった2100番台で乗客による破壊行為が多発していたことから、安全性の確保のため1300番台と2100番台の間に貫通ホロを設置し二両固定編成とする計画が同時期に存在した。 だが、更新費用がかさむことから却下され、GTL-8 系のさらなる導入に伴う、PCC カーの全面置き換えへと変更された結果、1993年までに引退した。ただしそれ以降も1999年まで1100番台と、共に保存車両が一時的に営業運転へ復帰したことがあった。 またサイリスタチョッパ制御を用いた4両については、保守に手間がかかることから保存が決定した1337を除き1988年までに廃車された。2019年の時点で保存車両の他に、団体用車両パーティートラムに改造された1302と検測車に改造された1315が、ハーグ市電に在籍する。ありがとうございます。